いやあ、せつなけいすきだよ。今回は箱根湯パート42やっていきまーす。これか。これやっけ？これやな。前回のあらすじ。まあ、小鳥ちゃんとランデブーしたことがあったな。ねえ、そのランデブーし終わった後に、歩夢を見つけてこんな状態なんですよ。歩夢ですよ、これ、歩夢。あの、勉強をめちゃくちゃやっている歩夢。空気読めない歩夢。が、なんか、こんな感じでぼーっとしてるな。あ、あいつ絶対、客引きサボっとるわ。後ろからグーパンしてやらな。頭身の高い猫の着ぐるみが、焼きそば屋の看板を片手に、4階に向かって階段を登っていく。歩夢だ。見ようによってはお化け屋敷のお化けたちもよりも怖い。もう堂々と立とうもんな、でかいんが。ロウスケ、追いかけよう。うん。僕と小鳥は、歩夢を追って4階へと足を進めた。あいつちゃんとサボってないだろうな。ちゃんと仕事しようだろうな。歩夢は立ち止まっていたので、すぐに追いついた。が、歩夢、ちょっと待って、小鳥。その様子が気になって、僕は歩夢に話しかけようとした小鳥を止めた。どうした歩夢？あ、まさか、着ぐるみない長時間着とったけんさ、めっちゃ暑いなーってなっとんか、お前。猫の着ぐるみを着たまま、歩夢は何かをじっと見つめている。ん？何を見ているんだろう。しかし、それはそう長くない時間で、歩夢はまた廊下の奥へと歩き出した。なんだろう。さっき歩夢がいた場所まで進む。すると、歩夢が何を見ていたのかすぐに分かった。廊下に並ぶのは、埼玉中学校の生徒たちが美術の時間に描いた風景画だ。風景画？各学年から10点ずつ選ばれ、展示されている。その中に歩夢の絵もあった。ああ、歩夢絵うまいけんな。これ、歩夢の絵だね。うん。他の人より上手。そりゃあまあ、歩夢は絵がうまいからね。でも本当はもっとうまいんだよ。そうなの？ここに飾られた絵は授業だから仕方なく描いたという感じがにじみ出ていた。中学に入ってからの歩夢の絵は全部そんな感じだ。もっとうまいんだったらどうして全力で描かないの？歩夢はもう描きたくないんだって。なんで？簡単には説明できない事情があるんだと思うよ、きっと。あ、涼介たちも知らんのじゃ、そのあたりは。ふーん。伊月と二人で見てしまった、歩夢のお父さんの絵や、歩夢自身の絵を思い出す。何を思って絵をやめたのかはわからない。単純に死んだ父親のことを思い出すのが辛いからかもしれないし、もっと複雑な理由があるのかもしれない。複雑な理由？あ、昔の彼女にさ、歩夢くん、絵と私、どっちが大事なのって言うて、って言ってしまったんだ。もう、とっさに、って言ってしまったんだ。で、大嫌い、歩夢のこと大嫌い、バシッ。たたたたたたた。失恋のショックか。歩夢にもそういう頃があったんか。このことをあまり歩夢には言わないであげてね。多分、本人も色々と悩んでいると思うから。わかった。勘違いの極み。鋭い。ツッコミが鋭い。お、もしかして午前中終わりかこれ。出店をいくつか回りながら昼食を済ませ、僕と小鳥は自分たちのテントに戻ってきた。多分この間に小鳥ちゃんへの好感度、小鳥ちゃんの好感度は激上がり。さーて、秋頃には告白できるかもしれないな。そういうゲームじゃないけど、そういう告白して小鳥ちゃんを落とすようなゲームじゃないけどさ。ふぅ、やっと午前会を疲れた。あんたまだいいでしょうよ。中盤からほとんどの調理私がやってたんだから。司令塔の伊月がやりよったんじゃ。だらしないな、だずーき。そりゃあお前、伊月が俺に任せないからちゃん。
レシピの例の字も知らない、守らないからでしょう。なんで焼きそばなのに麺を茹でようとしたのよ。そりゃなぜ気が悪いわ。焼きそばなのに茹でそばになるもん。茹でそば初めて聞いたけど、茹でそばになるぞお前。茹でそば通り越して冷やし中華にしそうだった。冷やし中華始めましたとか針が見てそうやもん。だってちょっと飽きてきたんだもんよ。飽きるのは早すぎなのよ。そういう無駄なことが実は人類を新たな一歩へと導く可能性を秘めた成功たる。ああ、うるさいうるさい。シャナみたいにうるさいうるさい言ったゆずきである。疲れたいという割には元気に言い合っている。もはやラーメン、そうやな、こういう時のラーメンってもう定番なのに、なぜかラーメンの屋台がないという、いや見てないだけかもしれんけどね。だって後編にさ、お知らせ掲示板のあたりにさ、たこ焼きうまいってあるもん、わかる。だったらラーメンうまいもあってもいいところ、俺としては。大野と歩むは、俺ならここだ。暑すぎる。歩むがあまりの暑さにさ、なんかどっかの中ボスレベルのボスみたいな声になってる。お疲れ、歩む。ちょっと着替えてくる。そう言って歩むは茂みの奥へと消えてった。これからまた無分に戻るんだな。せっかく中ボスの風格が出とったのに無分に戻るんだな。そういや大野さん途中で消えたな。あの人も飽きたって言って帰ったんかな。最大祭を楽しみに行ったんじゃないの。ああまあそういうことか。一人で一人で一人でやって。お祭りに一人で参加するほど寂しいものはない。でも大野さんだったら一人ではしゃいでる姿が容易に思い浮かべられる。あの人ポジティブやけんな。お、ちょっと遅れてしまったかの。話しているうちにコナミもやってきた。ああコナミちゃん、午前中はよー、午前中はすごい楽しませてもらったよ。もう向こうは方はいいの。うむうむ、最初からそういう予定だったしな。ここはこっちじゃ。でも最多祭回る時間なくなっちゃうでしょ。いいの。それは仕方ないことじゃよ。ちょっともう会いたかったがの。おー、ちょっと最後の1時間だけコナミちゃんに時間あげたい。あ、最後の1時間だけじゃちょっとあんまり、ちょっと屋台畳んどる店もあるかもしれんのか。うん、コナミにとっては中学生になってからの初めての最多祭だ。せっかくならいろいろと楽しんでもらいたい。どうしようか悩んでいると夏行きが手を引いた。よし、俺がとっておきの策を思いついたぜ。夏行き、お前がとっておきの策とか言い出したらな、みんながなんかすごい、誰か一人がさ、誰か一人がガーンっていうさ、あーあっていう展開になるんぞ。主に俺やけどな。え、そうならんことを祈っております。やったぜ。俺コナミちゃん小鳥ちゃんの3人だったら誰がかきの中に、あの3人の中で誰が着ぐるみにな、誰かが着ぐるみにならんかったらあかんのだった。もう流れ的に他の2人が女の子って状態で絶対俺やって思っとった。俺やって思っとったんやけど、コナミちゃんよくやった。君が2代目のそれだ。何やったっけ、猫武士だったか。猫武士やって武士だぜ。コナミちゃんの喋り方にはぴったりじゃろ。怖っ斜めにかぶってるからねお化け屋敷入ればいい。その状態でお化け屋敷入ればいい。もうどっちが怖いかわからんからねさっきとは打って変わって等身の低い猫武士が出来上がった。てか、え、ぬいぐるみのサイズ変わってない明らかにぬいぐるみのサイズ変わってないか。もうそのぬいぐるみから呪いの匂いしか感じんのやけどな。何なのじゃこれは。これで看板持たせればさっきの歩みたいに先頭になるだろう。なるほどねロウスケ、なるほどね。自分が着ぐるみ役を避けれたってからって、なるほどねって他人事のようにすらっと言いおった。まあ今の時間帯ならここで着陸するようにいろんなところ回った方が効果ありそうだしな。歩む脱いでからもまだ疲れ溜まっとんじゃ。頑張ったなお前、体力ないのに。よし、じゃあクラミ連れてっちゃうけどオッケー。
うん、いいよ。うん、いいよ。うん、いいよ。頑張る。ソノンがよろしく頼むの。そのおじ帰ってくるから。その目、その顔で言われても困るんですけどね、僕は。イチャイチャして焼きそば作るの忘れるなよ。夏雪、俺がそんなことすると思う。イチャイチャしてって、イチャイチャなんかせんよ。これちゃんとはな、これちゃんとはな、せんけんな。夏雪、その顔やめろ、その笑顔やめろ、しないから。うるせえな、ゲスの極みやって。4人が去っていたので僕と小鳥だけになって、この時間を待っていた。具材は全部切られていて、道具類も準備万端。焼くだけでいいのだから、それまで手間もかからない。前伊豆に教えてもらった通り調理を進めていく。するとすぐに、一つください。お客さんがやってきた。ありがとう、一つ200円です。はい、これ。お金を受け取ってプラスチックの容器に入れた焼きそばを渡すことに。どうぞ。ありがとう。アデュー。小学生は背を向けると勢いよく走り去っていた。さすが小学生だ、ちゃんと性格できたね。ふふふ、これくらい余裕。そう言ってドヤ顔で返してくる。普通ドヤ顔ってさ、あのちょっとムカつくところあるんよ。殴りたいこの笑顔っていうのがあるだろ。でもさ、小鳥ちゃんはさ、キスしたいこの笑顔やけんな。そのあたりが小鳥ちゃんのいいところ。おい、うまそうだな、一つくれる。あ、はい。こっちも一つちょうだい。あ、はい。まあ人気じゃん、看板娘じゃん。いづきじゃ無理だ、役柄。どうした？疲れた。すごい人。あれから約1時間半、伊豆きレシピの焼きそばの人気でいつまでも客足が途絶えることがなかった。まあ時間も時間やけんな。ちょうどお昼時だったこともある。午後の分はもう7割に達していた。ああ早っ、やっぱりこの辺りがピークなんやな。2時を過ぎると買う人も少なくなってきたので、ここでに来てようやく休憩することができる。一度途絶えるとほとんど客が来なくなってしまったのが気がかりだが、まあ夕方になれば。そういや、最多祭って何時までなんだろう。夕方の6時くらいまでやいよんかな。また夕食として買う人も出てくることだろう。ここからじゃ見えないところにある特設ステージでは今大ビンゴ大会が行われているらしい。そりゃみんなそっち行っとるわ。多分さ、一等の景品がさ、あのハワイ旅行とかなんだろう。そりゃみんなやるわだ。そりゃ屋台なんか回ってる暇ないわ。てか屋台の人やってさ、屋台運営する暇なんかないわ。そりゃ高野菜、あるかもしれんな、高野菜とか。んー、なんつうか、なんて言うんだったっけな、何ダンスって言うんだったっけな、あのてってれってててててれれてててれれれれれってて、や、何あれ、何だ、フォークダンスや。フォークダンスとかやるかもしれんのだ。あのそういうシーンで小鳥ちゃんとやりたいなって思う願望が出てくるね。マイクを通した顔、声が番号を言うたび歓声が湧いてきた。あ、小鳥ちゃんが興味津々。ただそうでもないんや、そうでもなかったんや。互いに疲れているせいか会話も弾まないわ。とは言っても嫌な沈黙ではなく落ち着いた空気感だった。そうか、気温は高いけれど吹きつける風はどことなく涼しくて心地がいい。どう？最野菜は。うん、楽しい。そっか、小鳥は思っていることが顔に出やすいから嘘をついているときはすぐにわかる。だからきっと本当に楽しんでくれているのだと思う。ロースキーは？え？ロースキーは楽しい？うん、もちろん。そっか、僕の答えに満足したのか小鳥はにこやかな笑みを浮かべた。小鳥ちゃん、最多祭は楽しいけど、それ以上に君といるのはもっと楽しいよ。最多祭は覚えていてね。ロースケが楽しいと私は嬉しい。なんだか不思議な気分。それは僕が小鳥に対して思っている気持ちと同じ気持ちだった。小鳥が楽しんでくれていると僕は嬉しい。僕が楽しんでいると小鳥は嬉しい。
そういう気持ちを何と言うのだろう、何て言うんだろう、わからん。わかってる。僕がことに抱いている気持ち、それはもうわかっている。だったらことりの方はどうなんだろうか。両思い。他の人より僕を特別に思ってくれているようなや思うけど、でもまだなんとなく違う、そんな気がした。だから僕は自分の気持ちをもう少し隠しておくことにした。青春ですな。3時半を過ぎた頃になって、コラメが森崎やひよっこを連れて戻ってきた。あ、待てよ、ちょっと森崎てかマリンちゃん、え、マリンちゃんってコラビちゃんと一緒に占いの館やってなかった？お前一回もできてなかったやないか。コラミちゃん、コラミちゃんじゃないわ、マリンちゃん。あの占いのところ一回も出てこんかったけど、お前何でしょった？もしかして裏でタバコ吸いよったとかそういうのないだろうな。コラミっていう字でさ、突然この客が出てきた時にもう違和感を感じすぎてね、笑えてくる。お客さん連れてきたよ。どうもこんにちは。あー、マリンちゃん、お前どこおったん？占いの館のさ、スタッフの一人だ、おったな。今思い出したけど、マリンちゃんおったな。印象薄かっただけでおったな、よう考えた。今思い出した、今思い出したよ。マリンちゃんの姿、今思い出したよ。けどさ、占いの方にはあんま携わってなかったけんさ、完全に忘れとった。お客、全然お客さんいないじゃないですか。いらっしゃいません。こんなにお客さんいなくて大丈夫ですか？正直そろそろ客が増えてくれないと全部売り切れる自信がない。あ、そういう時はいけるよ。バキューム伊月姉さんがおるけんさ、全部残った分全部食ってくれるわ。それでふざらんのがどうしてなんだろうか。どうかな。コラミちゃんが当番の時に赤字なんて絶対やめてくださいよ。そう思うなら残り全部買ってってよ。そんなお金はありません。燃え崎財閥とかない、燃え崎財閥とか。とりあえず2人で2人前お願いします。わかった。鉄板に油を敷き、小鳥が調理を始める。小鳥大丈夫なんですか？もう慣れたもんだよ、焼くのは僕よりうまいし。ふーん。それより森崎は午後も当番じゃないの？当番だったんですけどね、用意していた氷が全部溶けちゃったから、館の中が暑くて暑くて、とても占いそうになかったんで店閉じました。そういう理由で閉じる時あるの、占い師って。知らなかったな。伊豆の湯はブラックホール、その通りだよ。ブラックホールはあってもホワイトホールがないのが不思議ですな。どこに溜まっていくんだろう、異次元かな。はあ、なるほどね。一丁上がり。あ、多分小鳥ちゃんのことだけどさ、ちょっとそろそろってさ、調子乗って一丁上がりとか言ってそうなもんな。あのリュウグウレなどさ、あ、持ち帰りみたいな感覚です。プラスチックの容器に詰め、小鳥がひよこに渡す。うん、早くよ。そうですね、早速いただきますか。200円。分かってますよ。すぐに萌え先の分も出来上がる。まいたりー。コラミちゃんも一緒に食べよう。え、いいのかの。いいよ、今お客さんいないし。じゃあ私にも箸を。いいじゃない、私の使えば。出た、マリンちゃんの策略です。最近マリンちゃんとあのコナミちゃんのラブラブシーンが見えてなかったけどな、ちょっと懐かしい。そんな会話終わったよ、ラブラブシーン終わってしまったよ。もうちょいさ、あのマリンちゃんのやばい欲深き面を見たかったんやけど、面かな今回。そんな会話を繰り広げながら二人は近くのベンチへと歩いていく。うん、ひよこは行かないの？いえ、行きますよ。でも先にクリスのことを報告しようと思って。あ、クリスさん捕まったんだったな、そういや。ああ、そういえば昨日 RCH に連れ去られてからどうなったのか僕は知らなかった。小鳥は知ってるかもしれませんが、昨日の深夜クリスは解放されてこっちに戻ってきました。解放されたんじゃ。パラライザーによる打ち身はありますが、特に問題はなく、朝から不機嫌そうにしてます。まさかさ、
クリスさんになんか人工的な手術やってないか、頭の中にさ爆弾仕掛けたか爆弾仕掛けたとかそんなしてないだろうな、やってないよな。いいなさ、頭の中に爆弾仕掛けたとかそんなえげつない異星人がやりそうなことやらんやろうなそっか。ただやっぱりあの思い出みたいなみたいでした。これからクリスが何をするか分かりませんが、多少気をつけてください。大丈夫だと思いますが、本当に何をするか分かりませんので何をするか分かりませんのでっていう言葉の重み、クリスさんはそんな人じゃないぞ。この前の切羽詰まったクリスさんなら確かに何をするか分からない。あの場はどうにか収まったが、まだクリスさんたちとの問題が解決したわけじゃないし、小鳥の中の迷いも消えてるわけじゃなかった。それは僕だって同じだ。ひよこは？え？ひよこはどうするの？小鳥の突然の問いかけに、ひよこは、今日を使えたように戸惑う。どうって何がです？私はクリストファーの知ってることを悪いことだとは思わない。でも全部がいいことだとは思えない。だからクリストファーやひよこがしていることを肯定をしなきゃ否定もしないよ。でもね、この島の誰かが犠牲になるのは絶対にダメ。だから私は敵を倒すよ。この島から敵がいなくなるまでずっと。その通りや。ひよこはどうするの？ひよこは唇を噛みしめ、ひよこはうつむく。この島の人たちはみんな優しいです。ひよこもこの島の人には犠牲になってほしくありません。ひよこ、でもどうにかしないとすごくたくさんの人が死んでいるかもしれない。それだけは絶対に避けないといけないと思うのですよ。だから自分がどうしたらいいのか分かんなくなっちゃいました。そうやな、親もそうやもん。ひよこも僕たちと同じだった。答えを出せず、どうしたらいいのか分からず、悩んでいる。どうしてこんなに小さい子は人類の未来を憂いてかな、こんなに思い悩まなければいけないのだろう。いや、ひよこだけじゃない。ことにしても、クリスタンにしてもそうだ。個人が背負えるような問題じゃない。だからこそみんな悩んで苦しんでいる。ねえ、ひよこ。ひよこが今一番に心配していることは何？どうしてですか？人類の未来や敵のこと、そういう問題はちゃんと考えなくちゃいけないものだけど。でもそれは大きすぎて、悩めば悩むほど余計に悩みが大きくなっちゃう気がするんだ。そうやって悩んでいるうちに結局何もできずに悪い方ばかりに行っちゃいそうで。だから僕と小鳥はどんなことがあっても島の人たちが敵の被害に遭わないよう、それだけは優先しようと決めたんだ。ああ、なるほどな。何か決めれんでもさ、もう全体的な決定はできんでも、何か小さいこと、ここだけは絶対にそうしたいみたいなのがあるんやな。だから、ひよこにもそういうものがあれば、きっと少しは楽になれるんじゃないかって思って。いや、その、楽になるのがいいことじゃないんだろうけどさ。中途半端で提案にもならない提案。だけどひよこは何かを感じ取ってくれたようだった。うつむき加減でまた唇を噛みしめ、ひよこは喋り出す。ひよこはクリスが心配です。クリスはきっとなんだかんだ言ってこの島の人を犠牲にできない、そんな人です。でもクリスは絶対人類を救わないといけない、そう思っているはずです。だから自分を犠牲にするんじゃないかって思うのですよ。あ、そうか。あの人優しいけんな。え？自分に情報こういうことを取り付かせて、他の人に研究を任せる。クリスだったらやりかねません。ひよこはそれが一番心配です。そうか。そういうパターンあるんか。確かにクリスさんはそういう考えの人だろう。まだ短い期間しかあの人と接していない僕でさえそう思える。この悩みを解決するにはどうしたらいいのだろうか。どんなやつや。あ、クリスさんっていう敵なんやけど、一応敵の立場におるんやけど、結構人に対して優しいところがあるっていう人がおるんですよ。その人やけんね。解決するにはクリスさんを拘束しておけばいいのかもしれないが、僕にはそんなことできない。
すると小鳥がはっきりした声でつぶやいた。わかった。え？何がわかったんだ？そういうなら、そうならないように私はこの島の敵を全部倒す。でもそれじゃあ人類も余裕ないが。敵はこれからも出るかもしれない。この島じゃないどこかにまた出現するかもしれない。それだけじゃない、敵を調べる以外の解決策だって見つかるかもしれないし、もしかしたら病気が発生しない可能性だってあるかもしれない。クリストファーやヒヨコがそんなに思い詰めなくてもいろいろな可能性はいくらでもある。だから私はヒヨコがクリストファーを助けたいって思いの方が今は大事だと思う。だから敵を倒すよ。これでちょっと敵を倒すに躊躇なくというか、敵を倒す理由っていうかだんちょっと見つかってきた気がするんよな。ぼーっとまばたきはせず、ひよこは小鳥の顔を見つめている。その瞳から一筋涙が頬へと伝わっていった。ようやく我に返って、ひよこは自分の目をこすってうつむいた。そして顔を隠してまま震える声で続ける。そんなことして人類が絶滅したら小鳥のせいですからね。さすがにそこまで責任持てない。持てないんかい。もう何ですかそれ。おざとらしく呆れた顔、声か。でも顔を上げたひよこは笑顔だった。よくわかんないですけど、とりあえず焼きそば食べます。さあ、離れた場所で心配そうにこっちを伺うコナミと森崎の姿がある。ひよこは大げさに頭を下げると焼きそばを持って走っていった。ピョーちゃん、どうして泣いておったのじゃ。ああ、ピョーちゃん、うん、多分夏雪にさ、焼きそばの中にさわさびめっちゃ入れられとったんだと思う。それで辛くて辛ってなってね。あ、それで泣いただけやけんな、コナミちゃん。ああ、夏雪に対してな、怒っとってな。な、泣いてないです。愛坂先輩に泣かされたの。しかしたら私がしてあげるわよ。違うよ、やってるの夏雪だよ。違いますから、本当に。そうそう、俺じゃない、夏雪だよ。多分次、もうマリンちゃんが夏雪と会ったら、マリンちゃんの夏雪に対しての目がすごいことになったのだ。よっしゃ、時間じゃ、こんな中途半端なとこに終わってすみません。というわけで今回はこの辺で。よっしゃ、次回夏雪がマリンちゃんに殺されることを祈っとこう。というわけで今回はこの辺で、仕上げ。イーナさんのやり方が正しいと思っているからではない。島の人たちを助けるために自分たちの意志で戦うのだ。さあ、最多祭も次回で多分佳境、わからんけど、文化祭のラストに待ち受けるもの、それは告白。そうであってほしいな。